岡弘さんですか。おはようございます。って本当は私が高弘さんを起こしに行かなければならないのに。ヒロさんはいつだって優しいじゃないですか。いじめてなんかいないですよ。え、やっぱり優しくしてほしいです。リニア、いつまで病人なのでしょうか。いつもですか。わかりました。はい、わかりました。そろそろお昼でちゅね。所長、これ。そうでちゅ。社員食堂で最も人気のあるドラムの食券でちゅ。おばさんに頼んで横流ししてもらったでちゅ。リニアちゃんに持って行ってあげるでちゅ。リニアちゃんまだドラム食べたことないみたいでちゅし、二人で食べてくるでちゅ。お金、リニアちゃんの分はいいでちゅ。所長の分、700円をとっとと払うでちゅ。リニアちゃんが羨ましいでちゅね。なんでもないでちゅよ。さ、とっととリニアちゃんのところに行ってあげるでちゅ。タカヒロさん、来てくださったのですか。あれ、その定食は…よく買えましたね。人気がすごくて買えないって話じゃないですか。すごいですね。2つもお食べになるのですね。リニアのですか、そのドラム。横流して。でもリニア嬉しいです。はい、これがドラムですか。かなり大きいですね。うわ、早いですね。もう高博さん食べているのですか。
ただきます。美味しいですね。なんか皆さんにこんなに良くしていただいて、リニア。そうですよね。ごちそうさま。はい。あ、霧島さんにありがとうございましたと伝えていただけますか？そういえば、本部からの命令書、再度送られてきたでちゅよ。このまま命令無視を続ける気でちゅか？命令無視、所長が一番この会社の恐ろしさを知っているはずでちゅ。本社の人間はそう考えていないはずでちゅ。所長がただの社員なんて、そんなこと所長なら分かっているはずでちゅ。そしてそれがどういうことになるか、本社ではかなり不穏な動きがあるみたいでちゅ。飯島が来てから、あの日から何かが動き始めてまちゅ。だってこのままだと所長が。私、ひどい女でちゅ。所長が殺されるぐらいなら、リニアちゃんに洗脳プログラムをしてほしいって。リニアちゃんがそうなるだけで、所長が助かるならって、そんなことすら、たまに考えまちゅ。はい、今開けます。いらっしゃいませ。パジャマで申し訳ありません。はい、リニア元気になりましたよ。ほら、
かげさまで今までで一番いいですよ。元気まんまですよ。今度は大丈夫ですよ。かなりいい感じなんですから、タンスとか持ち上げましょうか。わかりました。今度こそは。はい、朝まで長いですが、リニア、朝まで待ちます。そしたら仕事してよいのですよね。明日から仕事ですね。リニア、すごく嬉しいです。また働けるなんて。ありがとうございます。皆さんにご迷惑しかかけていないのに、それでもリニアをここに置いてくださって。すみません。送っていきます。あ、でも見送り。あの明日の朝までベッドから出られないのですか？あのおトイレは。そうなっているようです。本当ですか？あの今おトイレに行ってはダメでしょうか？ダメでしょうか？暖かいですよ。すみません。あれ、お月様ですよ。高弘さん、お月様です。はい。たまには体を壊してみるのもいいですね。リニアは
カヒロさんって背が高いのですね。あ、ごめんなさい。あの、その、ですよ。うん。こんな無言で、タカヒロさんの顔見ているのって初めてですから。なんか緊張して。あ、ごめんなさい。ヒロさん、メガネ似合いますよね。あの、ごめんなさい。メガネが似合う方って、なんか知的ですよね。リニはメガネが似合わないから、あの、なんか憧れてしまって。大丈夫みてえだな。って言っても、まだ油断しちゃならねえけどな。ジョーちゃん、前みたいな無理は禁物だぜ。あんなことばかりやってると、本当に二度と動けなくなっちまうぜ。はい、わかりました。すみませんでした。ご迷惑ばかりかけてしまって。